Catch the spirit. Docomo. Making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。この間さ、はい、すごい不思議な光景を見たんですけど、うん、夏の炎天下ですよ、うん、私はこっちから日傘をして歩いてました、はい、とあっちから主婦がやってくるんですけど、うん、その主婦が紙袋、うん、自分のバッグ、はい、ランドセル2つ、うん、で右手にランドセルまた2つかなり重いでしょ、はい、それで本当に重いっていう感じでズル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 歩いてて、うん、そんでしばらくすると小学生がランドセル持たずにキャッキャッキャッキャ言って楽しげに歩いて、うん、その後主婦軍団が、うん、アホホホホホホって歩いてて、うん、だから最初の主婦だけがなんか足かせを強いられてたんだけど、これどういうこと？じゃんけんに負けたんじゃないですか。じゃんけんをしてしまったのか主婦は。なんか自分のキャラクターみたいまた負けた。そう考えられないでしょ。そうか、そういう風に考えればいいんだ、うん、なるほど、本当だ。昔やりましたもんね、あの次の信号まで。ちょっと待ってください、主婦入れたその時に。主婦入ってない。そうしたら若かったのかな、ね、そうですよね、うん、入れてたんですきっと。あ、私も入れてレミさん言っちゃったんですかね。そうかそうか、そうか、そういう風に考えれば簡単でしたね。あとは、はい、人体の不思議点ってあなた言った？私は言ってないんですけど、あのゆうさんの大好きなやつでしょ。知らないです。ゆうさんがもうハマったっていう、あの本当の人間のやつでしょ。そうなんですってね。すごいらしいですね。すごいらしいですね。どうやって作ってんですかあれ。わかんないけど、だから私はあのてっきりホルマリン漬けの状態のものを、うん、あの個別にね、臓器別に、うん、展示してんのかなと思ったら、全体的に全身ですもんね。すごいですね、うん、行きなさいよあんた。そういうなんでですか。演技ってのは、うん、そういうとこからでしょ。やっぱりうちのメイクさんは行ってきましたよ。だからメイクは内側からだってことで。何を笑ったの？何を笑ったの？メイクは大事かもしれないですけど、僕は関係ない。それはあんた自分がさ、硬いエクラはどうですかって言った時って一生に伏されたようなもんじゃないですか、うんうん、メイクさんだって、うん、内側からのことを考えていったわけでしょってことなんですよ。すいませんでした。行きますよ。でもなんかもうそういう、僕展覧会自体がそんなに好きじゃないんですよね。展覧会って言うな。なんとか展。恐竜博もそんな好きじゃないし。恐竜博面白そうですけどね。あれすごいよね、あのでかい恐竜が動き回るやつ、うん、あれ本当にいたの？あそこまで嘘でしょ。今動き回ってる恐竜はあれは本物じゃないですよ。もう当たり前じゃないですか。私山口萌じゃないですから分かりますよ。昔はいたんで、昔は本当にあんなでっかいのいたのかな。 すごいね、うん、見たかったね。どんだけ怖いかね。でもね、どうなんだろうね、ブルーになるかな。みんなでも肉食恐竜とか草食恐竜とかいて、うん、で、まあ、なんか草食ステゴザウルスとかね、あの可愛いみたいな感じがあるじゃないですか。ずいぶん名前作られたね、うん、違いますよ。ステゴザウルス、あとトリケラトプスとかね、うんうんうん、知ってる、うんうん、トライセラトプスはそこから来たのもね、あれが好きで。ああいうのは草食動物で結構可愛いんだけども、うん、でかいティラノザウルスとかね、うんうん、そういうのは肉食で怖いってイメージがあるんだけど、僕に言わせれば全部怖いですよ。そっちか。全部怖くないじゃないのか。全部怖いよ、あんなでかいのが。まあそうだよね、うん、本当に言うとゾウとかもさ、生でお会いしたらめちゃ怖いよね、きっと。ゾウは怖いらしいですよ、うん、あとカバも。カババカにしてダメだって、本当に。全然面白くないから。いやいやいや、面白がらせようと思って行ったわけじゃなくて注意してるわけですよ。カバがね、全速力で走ってくると本当にすごいって言ってたよ。カバ早いの？あれでものすごい速いんだって。もう車なんか追い抜くぐらい速いって。ほんと、うん、ヌーの群れってあるじゃん、うん、あの人たちはめちゃくちゃ速いよね。ヌーは速いですよ。でもそれも私もジャングル大帝の知識でしかよくわからないんですけどね、うん、何が怖いって。でも一番怖いのは、うん、まあライオンですよね。でもね、もう何書いてあったんだけど、ああいうライオンたちも優しい心を持ってるんですよ、うん、なぜならば満腹の時はね、草食動物を食べてるわけですよ、うん、ということは草食動物たちの優しい心が彼らの中に植え付けられてるわけです、うん、私たちだってサラダ食べるじゃん。だから優しいじゃん。あ、人間は優しいです。何この人の展覧会。清水さん食べたら優しい、優しいじゃねえよ。優しい気持ちになれるんですよ。いい話でしょ。でもそれダメ。ダメですね。だってライオンだって嬉しくないと思うんですよね、そんな解説がついてきても。本当に怖いライオンは肉食の動物しか食べないライオンですよ。
いやいや、木枯らし紋次郎だってこんにゃくばっか食べてたけど切るときは切ったからね。木枯らし紋次郎ってこんにゃくしか食べないの？知らない。あの人はね、どこだったかな、栃木だったかなの出身 で、 聞いたことないですよ。こんにゃく村、こんにゃくが有名なところで、ええ、どんなになんか紋次郎は飢えていた、だけどこんにゃくならあるよって言われたときに、明日こんにゃくはつって、ちょっと笑うシーンじゃないのよ。明日こんにゃく食べないわけでしょ。そうですよ。じゃあ食べてない。ちっちゃい頃から子供の時いっぱい食べてたから、こんにゃくばっかりで嫌だったから。何笑ってたのそんな話聞いたことないもん。すごい夢ですよ。ちょっと調べてみて。はぁ、悔しい。手で叩いて笑ってるスタッフまで。本当ですよ、これは夢ですよ。爪楊枝は、爪楊枝って言うな。あれは武器みたいなもんだから、うん、あと歯ブラシみたいなもんかな。なんで紋次郎にそんなに詳しいんですかね。笹沢佐穂さんが書いてた時代から読んでますし、中村敦夫すごく好きだったんですよ。中村敦夫じゃないな、木枯らし紋次郎が好きだったんですね。そんな好きなんだ。ものすごく好きでしたね。あのテレビの、まあ、古い話ですけど、木枯らし紋次郎のオープニングのシーン覚えてます？覚えてますよ。あれ市川崑さんがナレーション、ああ、うんうん、ナレーションが芥川、芥川隆之さんです。で、あの時に、まあ、みんな思ったと思うけど、なんであんな竹林の中で一人で走り回ってんだっていう。追われるからでしょ、敵に。あれはね、訓練をしてたらしいですよ。そんな体力あったのかな。どういうことですか。こんにゃくしか食べてないから。だからこれ、それはちっちゃい頃の話。大きくなって強くなられましたよ。だけど上もやっぱりやってくる。うん、お腹すく冬とか、はい、そんな時にこんにゃくならありますよって言われても、明日こんにゃくだけはダメなんです。腹減ってる方を取るってことですね。木枯らし紋次郎スペースこんにゃくでちょっと皆さん検索してみて。まあね、木枯らし紋次郎自体あんまり、ちょっとこの半笑いの状態はもう謝らせたいからお願いします。ちょっとあと1分何お願いします。じゃあその間に渡辺謙さんの話しましょうか。うん、全然関係ないけど、うん、かっこいいですよね、渡辺謙さん。そうだね、もうハリウッドスターって感じしますもんね。なんかハリウッドスターからめちゃくちゃ絶賛されてましたもんね、デカプリオさん。からね、今度の映画が監督から、うん、ジェームズ・ボンドのようにやってくださいっていうふうに言われたんですよ。うんうんうん、でも現場にはボンドガールはいなかった。何それ。ハリウッドジョークですよ。あっちではドッカンドッカン。いやいや、日本でもどっかに来ましたよ。あ、ごめんなさい。じゃあ私は心半端に聞いてたかもしれない。この紋次郎もあってたから。聞いてないじゃん、私。モンドガールだったんですよ、今。紋次郎のことはまた明日。どうでもいいんだよ。どうでもよくないわよ。大切なことなのに。Who's listening to who, anyway? No, well, as Mr. Mitani says, it doesn't really matter. But were you listening to Michan's story in the beginning? This part.住んでしばらくすると小学生がランドセル持たずにキャッキャッキャッキャ言って楽しげに歩いて、うん、その後主婦軍団が、うん、アホホ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 ホ